川です。今日からですね、食事 Vlog を撮ろうと思います。撮る期間は外食がちょっと多めなんですが、撮っていこうと思います。今日のお昼はですね、サラダです。じゃーん。ちょっと外食の予定が結構入ってるからヘルシーに行こうと思いまして、朝遅ごはんで今もう2時半なんですよね。じゃん。私はリンゴを入れるのが好きで、こんな感じでリンゴ入りです。サラダにリンゴ入ってるの好き。ではいただきます。暑かった。外展示会に行ってきました。リンゴ美味しい。あと赤キャベツも好きですね。ハワイでさ、2キロ太ったのにさ、外食とかさ、なんかいっぱいしちゃってて、せめてもの一食です。最近ね、暑いからやっぱ麺が気分なんですけど、王将の焼きそばの醤油味、皆さん食べたことありますか？めっちゃ美味しいの。先日お母さんがお家に来てたんですけど、その時も王将食べちゃいました。醤油焼きそば食べてほしくて、お母さんにね、めっちゃ美味しいって言ってました。ルンちゃん、ルンちゃんひっくり返ってるじゃん。かわいい。ひっくり返ってたね今。元気いっぱいだ今日も。ターチ、インコインコ。それターチは？ターチ、ターチ。かわいい。ね、待ってたもんね。ありがとう、留守番。かわいいね、あんた。ねねね。ルーちゃん。元気いっぱいのルーちゃんゲット。ちょっと、ごちゃごちゃだよ。あ、ちょっと嫌がってんの。かわいすぎる。ドレッシングがいつも私シーザーにしちゃうんですけど、冒険できなくて。なんかおすすめあります？癖がある味は得意じゃないので、普通めの味じゃ。おすすめあったら教えてください。あっという間に終わっちゃう。今日の夜は餃子を食べる予定です。お家で。ごちそうさまでした。今日はお家で餃子です。こちら作ってくれたスープ、お店です。え、美味しそう。いただきます。先輩が来ております。先輩今日すっぴんなんで。スープ作ってくれました。あ、普通に。いただきます。どうぞ。うまっ。おいしい。お店ありがとう。熱いよ。うま、ありがとう。たけのこ最高だわ。うん、たけのこも最高。うん、卵もふわふわ。すごいね。ありがとう。割烹料理屋さんで2年働いて。うん、うまい。よかった。めっちゃダメよ。え、これさ、お米入れてもめっちゃ美味しい。そう、美味しそうだね。トマト入ってる。ね、うん、トマトがちょっと酸っぱくて美味しいよね。うん、こんな具沢山のスープお家でやんないから。いっぱい入ってると嬉しいよ、ね。餃子食べていいですか？はい。うん、今日の餃子はエビと今は黒豚ですね。第一弾。第一弾。どっちなのか分かんないけど食べますね。うん、美味しい。そう。うん。ね、美味しそうだこれ。四個あるからね、味が。じゃあ。いただきます。シソと黒豚です。え？エビは？エビはあそこにあります。めっちゃシソじゃん。めっちゃ美味しい。私が食べたかった。めっちゃニンニク効いてない？うん。めっちゃ美味しいんだけど。ね。私が食べたかったシソ餃子だ。うん。豚。うん、あ、豚。豚ね。めっちゃ美味しい。美味しい？もうちょっと好きな感じだわこれ。第2弾をね、焼いております。楽しみ。楽しみ。エビとイカ。イカが道ですけど、うん、うん、第2弾
上手に焼けちゃう。上手すぎる。ありがとうございます。エビとイカです。うん、熱い。あ、こう。だって焼きたてだもんね。おいしい。めっちゃエビ。めっちゃエビ。うん、え、やばい。うまっ。うん。エビ餃子大好きだからさ。おいしい。おいしい。うん。おいしい。羽が香ばしいね。カリカリにしたね。うん。ね、うん。二回目だから。うん。すっごい上手。さっきの反省を生かして。うん。エビやばい。イカちゃん。うん。うん。イカだよね。強め。エビもだけど。うん。でもイカの方がジューシー。うん。そうかも。エビより。桃じゃないわ。どっから来た？エビはさっぱりって言おうとして。うんうん。エビのは本当にさっぱりで、パクパクいける感じで。ご飯美味しい。うん。ごちそうさまでした。はい、2日目はですね、ちょっと並んでいる中華のお店に行ってみました。でね、暑かったから冷やし中華を頼んでみました。で、めちゃくちゃ美味しかった。久々に冷やし中華というものを食べたっていうのもあるんですけど、とっても美味しくて、あと私は紅生姜が大好きだから、最高のお昼ご飯でした。すごい、本当にね、炎天下の中をたくさんの人が並んでいて、ちょっと並んじゃいました。やっぱり暑い日は麺が一番ですね。ね、結構具沢山でとっても美味しかったです。また行きたいな。なんかいろんなメニューがあって、どれも美味しいって友達が言ってて、とても美味しそうだったので、また行きたいです。ごちそうさまでした。夜はですね、サウナに行って、近くに、サイゼがあったから、お友達と2人で行きました。ちょっとお友達やっぱすっぴんなので、NG ということで、ちょっと私のすっぴんだけ晒させていただきます。やばいよね、顔大丈夫そう。でも本当にもう4セットサウナして、その帰りなので、もう本当に空腹でもりもり食べております。で、初めてのエスカルゴを食べてみたら、なんかすごい美味しいって聞いてたんで食べてみました。なんかすごいニンニク、ガーリックが効いていて、なんか思ったより濃いめの味でした。オリーブオイルとニンニクって感じで。じゃーん、ミラノ風ドリア。私ミラノ風ドリア大好きなんですよ。まあみんな好きか。久々に食べたんですけど、本当に美味しかった。もう飲み物って感じでパクパクいっちゃいましたね。で、なんかこれ結構ね、夜の10時ぐらいに行ったんですけど、めちゃくちゃ人が混んでました。こんなすっぴんをね晒して、恥ずかしかったぐらいたくさん人がいました。ワインも飲めばよかったかな。次行ったらワイン飲みたいなと思います。ごちそうさまでした。またすぐ行きたいです。もう食後なんよ、完全に取り忘れました。パスタとピザを先輩と食べました。完全に取り忘れました。びっくりしちゃった、自分でわざわざ店も予約したのに。食後です。ピザの写真だけ。原宿行ってきます。竹下通りに来ました。取る取る、あった方がいいやか、うん、これずらすわ。あ、着替えました。着替えました。いただきます。うん、うん、美味しい。韓国のより食べやすい。そうなの、韓国のもっとね、飴が硬い。これで危なかったもん。うん、
ブカリエ。ごちそうさまでした。夜はですね、ちょっと居酒屋的な場所に来ました。ビールをグビグビいっております。最近はですね、一杯目がビールということが多くて、はい、ビールたくさん飲んでおります。こんな感じでお米も忘れずね。やっぱり私はね、お米が大好きですね。いや、暑いから麺なんですけど、こういうものを食べるときはね、お米がないとね、逆に食べれないという感じで、これとっても美味しいの。なんかニンニクが効いてて、これはもう鉄板で焼いてくれる感じのお店です。結構さ、大きめのさ、ご飯いっちゃってるんですよね。まあそんなのは気にしないということで、めっちゃ美味しいです。ちょっとね、3日間こんな感じで外食多めだったんですけど、見ていただきありがとうございました。バイバイ、ごちそうさまでした。